はい、こんにちは。今日はですね、禁酒断酒動画ということでね、上げていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ちょっと興味深いですねコメントをいただきまして、まあそちらのですねコメントをちょっとね考察してですね、お話の方をねしていきたいと思うんですけれどもね、コメントの方をねご紹介早速ねさせていただきます。千秋、ちょっとね読み方がわからないんですけれども、侍さんという方からのですねコメントをいただきましてね、禁煙と禁酒はよく言われます、でも断酒はあるが断煙とは言わない。じゃあ禁酒と断酒の違いは何？禁酒は他から飲酒しないことを命じられることを含み、断酒は自ら酒をやめることと思っています。脳の病気は厄介ですね。根治療法がないですから、というですねコメントをいただきました。これね、本当に改めてねこのコメントを読んだ時にね、私もなるほどなとね、まあ私ね正直ね多少ですね侍さんとですね認識が多少ですけど違うんですよね。今日はね、まあそういったことでですね、禁酒と断酒のですね違いって何なのかというところをですね、ちょっと皆さんとですね、情報共有ということでね、動画の方ね上げていきたいと思うんですけれどもね、まずじゃあ禁酒からいきましょうかね。禁酒とは何かということなんですね。まあ国語辞典でですねこちら調べましたらば、酒を飲むことを禁ずること、そして、酒を日常飲んでいた人がそれをやめることというのが禁酒ということになっているんですよね。そしてですね、断酒はと言いますとね、酒をやめて飲まないこと、酒を断つことで禁酒ということでですね、結構この断酒と禁酒ってですね同義語的に扱われているようなね感じなんですよね。まあですね、これ正直申しましてね、今回のこの禁酒と断酒ってですね、明確なものってねなかなかないのかなとも思うんですけれども、まあ、今回のね、まあ、私の認識ということでですねお話の方させていただきますと、まずですね禁酒っていうのはねちょっと扱い的にですねなんか軽いような私は印象ですね。この侍さんの方からですね言われたように、ちょっと誰かにですね、まあ、禁止されている的なねところももちろんあるんですけれども、あとはですね使い方としてはですね、最近ちょっと太ってきちゃったんでね禁酒してるんだよねみたいなね、なんで期間限定みたいな意味合いなんですかね、まあ、そういったところで、まあ、私の中ではですね禁酒っていう言葉をね発してもねそんな重みはないんですね。逆に言えばですね、逃げ道があるっていうことですね。禁酒っていう言葉がね、わかんないですよ、これは私の認識なんでね。なんですけども、断酒ってですねもう生涯断酒っていうですね私の認識でございますね。こう軽い気持ちでですねちょっとね今断酒してるんだよねってね軽く言えないですね、もう私の場合はね。なんで私のですね禁酒断酒動画ね見ていただいている方でですね気づいていただいている方もしかしているかもしれませんけど、私ね表現の仕方変えております。今からですね何年前ですかね、3年前とかにもうすでにですね禁酒断酒動画ね上げているんですけれども、その頃ってね本当にまだね確立されていないんですよ自分の中で。なんで私自身ですね禁酒っていう言葉を使ってるんですよ。禁酒何日みたいなね言葉を使ってるんですね。もうここ本当にだから1年とかはですね、ここもう去年あたりはですねもう完全に腹をくくってですね断酒というふうにこのようにねもう公に言わせていただいてるんですけれどもね、そういったことでねもう完全に私の場合はですね断酒というのはもう生涯断酒、そういう意味合いでございますね。まあ要するにですのでね、この侍さんが言うように自分からですね自らの意思で決めていると、まあそれはもうその通りなのかなと思いますけれどもね、まあそういったところがですね禁酒と断酒の違いなのかなと自分自身は認識しております。またですね今回の動画見ていただきましてね、私はねこうやって思うんだよ、俺はねこうやって思うんだよっていうですね何かその禁酒と断酒のね考え方なんかをですね皆さんで、このね動画を通じまして情報共有なんかねできればまた禁酒断酒のですね、モチベーションになるのかなと思いましてね、今回このように動画にね
させていただいた次第なんでございますけれどもね、まあそういったことでございます。本日のね動画は以上になってしまうんですけれども、またですね私にご質問等ございましたらコメントお気軽にいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。またですね動画の方上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。